はい、こんにちは。動画ご視聴ありがとうございます。今回こちらの馬革のダレスビジネスバッグ、ダレスタイプ、ここを引っ張るだけだと開かないです。ここをつまむと開くようなドイツホックって言います。とボタン開けるとガバッと口がね、こう開くのでだいぶ出し入れしやすいですね。フロントに3面開くメッシュポケット付き、背面がここ、普段ポケットとして使います。すぐ出し入れしたいやつなんかはさっと出せますね。で、便利なのがここファスナーになってるんです。下がね、キャリーケースのハンドルなんかに刺して移動できます。これ便利です。で、馬のお腹の皮のシリーズ、この容量なのに特徴としてやっぱり軽いっていうのが特徴です。軽くて柔らかい、オールレザーなのに軽い。で、それだけじゃなくて、あと腰があって丈夫っていうのが特徴ですね。自然なシワ感とムラ感がある、いい表情してます。肩掛け、斜め掛け、手持ちスタイルですね。ネイビーの内装もエンジンですね。これネイビー、深い落ち着いたネイビーです。街にありますからね、結構荷物多い方でも十分収まります。お弁当なんかもね、持ちやすい。ショルダーベルト結構しっかりしてますね。肉厚の、肩に食い込みにくい肉厚なテープです。これ持ってたらかっこいいです。